どうも、日常演舞です。今日は小麦で繊維商品3品を食べたいと思います。ですね、以前、小麦で繊維商品で出てきたピザを食べたことはあるのですが、その仲間口ですね。パンやクッキーとして出てきます。これらも、クッキーは冷凍じゃなくてそのまま食べられるんですけど、パンも冷凍なんですが、解凍すればもうそのまま食べられるということで、ある意味ピザよりもお手軽ですね。解凍に時間はちょっとかかっちゃいますけど、そしたら、クッキーやパンで食物繊維が強化されてる商品って結構あるので、コンビニとかでも売ってますし、それらを超えるような美味しさになっているのかどうかが気になります、これ。割って中身がボロボロ崩れると嫌なので、もうそのままいただいちゃいますね。では、いただきます。以前食べたピザよりもさらにお手軽に食べられて、食物繊維たっぷりだというのであれば、それほど嬉しい商品もないですね。パクパクと食べ進められて、体の中をきれいに掃除してくれる美味しいパンとクッキー。しかも味は、しっかり感じられていていいですね。もっと食べたくなるような、そういった商品だと自分は思います。もっといろいろ食べたいなぁなんて思った時は、ぜひあなたにも食べてほしいですね。いろんな味がもっと増えてくれると嬉しくなります。詳細についてはこの後すぐ。ごちそうさまでした。まず最初に食べたファイバークランベリーホワイトチョコは、冷凍パン生地、パサパサして、口中の水分を持っていかれる部分はありましたが、クランベリーの甘酸っぱさがじゅわっと口の中に広がってきて、さっぱりと食べることができる。美味しいパンだなと思いました。温めるとより美味しくなったので、そちらも試してみてもよかったかな。で、次に食べたこちらの、JPS してもらって見てもらいたいんですけど、ミーユって書いてるんですよね。これが中に入っていたクッキーの名前なのでしょう。かなりバターの風味が強くて、口の中で噛む瞬間にバッコクが広がってきました。バターが強めのクッキーがお好きなのであれば、ぜひ食べてほしいお菓子ですね。ただ、缶いっぱい大きさで入ってるので、若干取り出しにくいのが問題と自分は思いました。最後に食べたハイファイバーブレッドくるみ。もともと食物繊維が豊富なくるみを使って、さらに食物繊維の量を増やしている印象ですね。食物繊維をパンで取りたいという時に、味は結構シンプルで、右でも左でもないような感じなのですが、くるみのコリコリとした食感が、ところどころでいい感じに変化を出してくれて、満足感は得られますね。ですが自分は今回の中だと、このバニーユがバターのコクやサクサクという音が心地よくて一番美味しいなと思ったので、代表として4点とさせていただきます。それでは、辛みや仏来るのでさようなら。いや、仏様来ちゃダメでしょ。というわけで本日は小麦で繊維商品3品を食べてみた動画でしたが、あなたが気になったパンやクッキーはありましたか？もしあったのであれば、食べていただけると嬉しいです。そして、チャンネル登録、コメント、高評価をしていただけるともっと嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。演舞、終演。